私は村上ゆかり、地元の町おこしイベントにやってきました。どこだろう。ゆかりちゃん。おじさん。こっちこっち、ゆかりちゃんも来てたんだね。あ、はい。おじさんが来るって言うから。ゆかりちゃん、お腹空いてない？空いてます。じゃあよかったら食べていってよ。焼き豚卵飯？うん、美味しいよ。確か今治のご当地グルメですよね。その通り。焼き豚卵飯は今治を代表するグルメなんだ。ゆかりちゃんは焼き豚卵飯食べたことある？まだないです。焼き豚卵飯はご飯の上に焼き豚と半熟の目玉焼きを乗せてから特製のタレで味をつけた今治のソウルフードなんだ。もともとは五番閣という中華料理店のまかない飯だったんだよ。え？その弟子たちが独立した後、自分たちの店のメニューに焼き豚卵飯を加えたんだ。焼き豚卵飯のいいところは、早い、うまい、ボリューム満点。いらちな今治人の気質にもあって、学生や働く人を中心にどんどん広がっていった。そして今治を代表するご当地グルメになったんだ。そういえばあの上りの世界普及委員会っていうのは。ああ、それは僕が説明させてもらおう。だ田中正宏さん、世界普及委員会の会長だよ。この黄色い人が。僕たちは今治焼き豚卵飯を通して今治を広める活動をしているんだ。 B1 グランプリなど各地のいろんなイベントにも参加しているんだよ。 B1 グランプリはテレビで見たことあります。全国のご当地グルメが集まるイベントですよね。そうそう。今治焼き豚卵飯は過去に2回3位に入賞しているんだよ。2回も？すごい。そのおかげか、焼き豚卵飯を食べに来てくれる人も増えている。全国からね。でもそれだけじゃダメなんだ。僕らは今治焼き豚卵飯を売る活動をしているんじゃない。今治を知ってもらう活動をしているんだ。今治にはこんなに美味しいものがある。世界に誇れる技術がある。日本三海城の一つ今治城がある。今治にはこんなすごいものがある。僕は焼き豚卵飯を通して今治を日本中に、そして世界に発展していきたい。さあさあ、君もぜひ食べていって。はい。おちくん、頼むよ。はい。おじさんの手作り今治焼き豚卵飯は手軽に作れるのも魅力でね。材料はご飯に卵、焼き豚、そして特製のタレだ。焼き鳥などのタレでも代用可だぞ。まずは焼き豚をご飯の上にのせる。好きな数だけのせよう。その上にタレをかける。後でもう一回かけるから少なめでいいぞ。次に目玉焼きを焼く。君は固まらないように半熟で焼こう。焼けたら目玉焼きをのせて、最後に塩コショウをかけたら今治焼き豚卵飯の完成だ。黄身を崩してから食べると美味しいよ。いただきます。美味しい。甘辛いタレと黄身が絶妙に絡んで、焼き豚も柔らかくてすごく美味しいです。今治に興味を持ってもらえたかな。はい。こんなに美味しいものがある今治のことをもっともっと知りたいと思いました。私を今治に連れて行ってください。その深い意味はなくて、その案内してもらいたいというか、急すぎたかも。俺でよければ喜んで。じゃあ、はい。え？
今治のおすすめスポットまとめ。行きたいところがあったら案内するよ。おお、これいいな。なんか思っていたのと違うけど、まあいいか。